日本のスグリに続いては今度はロシアのエレナ・イワノワ、ショートプログラム終わって第1位、優勝候補の一角。去年の大会は2位、16歳になったばかりです。曲はビバ・エスパーニャ。非常にパワフルな演技をする選手ですが、ちょっと見た印象ではジュニアの中にあってはなかなか力強い印象がありますよね。足の筋肉はすごいですね。最初にトリプルルッツ成功、ダブルトーループのコンビネーション。今のはトリプルトーループですけど、ちょっと回転が不足してましたね。ああそうですか。しっかり3回転回っていません。おっと、かろうじて残りました。トリプルループですけどね、結構この選手構えますね。なるべくこれから飛ぶよっていう印象を与えない方がいいわけですね。そうですね、演技の流れに沿って飛ぶジャンプが一番理想とされてますね。やはりでもかといって失敗しては困りますから、みんな構えますよね。合いませんでした。あでもスピードがかなりあるように見えますね。あの一蹴り一蹴りが非常に鋭いんですね。はい、トリプルサルコー、バタフライからフライングキャメルでしたね。これも一つのプログラムの中に入れなければいけない要素の一つなんですね。はい、そして曲がまたアップテンポに戻りました。またルッツ2つ目でしたね。はい、これもちょっと 足をつきましたね。フリップジャンプはトリプルクリップは転倒。ロシアのエレナ・イワノワの演技、非常にパワフルな選手。最後もったいなかったですね。もったいなかったですね。最初のトリプルフリップの失敗がありましたんで、もう一度と思ったんでしょうね。はい、一度失敗したらもう一回どっかで取り返そうという、そうですね、ことだったんですが、意地でもやってやろうという気持ちですね。はい、得点が出ました。フィンランドのジャッジは 5.7、5.8 を出してます。いい得点が出ました。この瞬間にこのロシアのエレナ・イワノワが優勝ということになりました。改めて女子のシングルの最終結果をご覧いただきましょう。ロシア勢が1位、2位、日本のスグリ惜しくも第4位、表彰台には上がれませんでした。そして荒川が7位、ロシアが1、2、3ですね。そうですね、もうすごいですね。まあしかしスグリもね、
もう少しのところだったので残念でしたけども、でも初出場で4番ですからね、来年は期待できますね。はい。